ようこそフィレッジへ。よろしくお願いします。さあ今日はですね、久しぶりのフィレッジからの撮影でございます。そして今日何をするかというと、フィレッジバイク部ツーリングの日でございます。2年越しに叶いました。はい、フィレッジ私のやってるねオンラインサロンでございますけれども、その中にいろんなコミュニティがありまして、今日はその中で、バイク好きのメンバーが集まるそんなコミュニティの皆さんとツーリングに、そしてここ長野県のね、私のこの村フィレッジからスタートをして、長野の自然を満喫しながら走っていこうと、そういう動画でございます。まずはバイク部の部長テドさん、ちょっとよろしくお願いします。どうもタクちゃんです。生徒たくさんです。よろしくお願いします。お願いします。なんか怒ってます？いや、まあ2年越し、まあ、一番最初に計画したのが2年前。そうですね。なんで行けなかったんでしたっけ？津田慎吾さんの体調不良コロナ期間中だったのかな。当日体調不良ドタキャンです。はいはい、ドタキャンしましたあ、申し訳ないということでね。でもそのすぐもう何ヶ月後かに2ヶ月後にリスケして、豪雨です。大雨もうね、でも申し訳ないなってことでまたリスケして、翌年またやって、はい、で台風で今日4回目の最高悲願です。これだからもう穏やかにバイク2台変わりましたから、ね、変わってます部長がブチ切れてます藤森に。他ねゴルフとかこのキャンプとかそういうのはやってるくせに、なんでバイク部だけやらねえんだって。申し訳ない。いやー、よく思ってます。申し訳ない。ようやく来れました。ということで今日はフィレッジに来て、はい、ここからスタートということで、もう早速ね、はい、今からちょっとメンバー紹介しつつしちゃいましょうか。その前に本当に2年間待たせてしまった生徒さんにまずはお詫びとしてですね、こちらこのどっかで見た感じの、はい、フィレッジバイク部のどっかで見た感じステッカー、全日本古文系連合、公文ですね、 TDN、 はい、絶対服従というはい、こちら、はい、復習します。はい、よろしくお願いします。本庁ありがとうございます。はい、本当に申し訳ない。ちょっとメンバーをね、ざっとね、はい、もう一台一台触れていくともう時間かかっちゃうんで、今日の参加メンバーお名前とバイクの車種だけ教えていただきたいと思います。おはようございます。高橋です。高橋さん、皆さん覚えてくださいね、今日初めましての人ばっかりだから2年寝かしてるから結局バイク顔合わせるの今日初だからね高橋さん、はい、こちらは VMAX でございます。出ました、 VMAX、 湘南純愛組で新道寺文也も乗っていたVMAX、 これ1200だ、1200だからね。よろしくお願いします。おはようございます。 KBN 連合ですそしてこれ生徒さん、はい、お色のトライアンフ、トライアンフです。の何ちゅうバイクなんですか？これはストリートツインですね。これも 900cc、 これ900ですね。でかい、大型だ。じゃあよろしくお願いします。部長、おはようございます。さあそして続いては名前は松本です。松本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松本さんはバルカン S です。バルカン S、 バルカンとかも高校時代ねバルカン乗ってる友達がいた、憧れでしたね。はい、よろしくお願いします。バルカン、はい、いただきます。松本さん、よろしくお願いします。バルカンはこれちなみに排気量どんぐらいなんですか？650です。650だ、はい、速そうだな全部みんな。さあ来たよこれまた激渋の忍者お名前はウッディ、ウッディ、はい、ウッディ、トイストーリーの、トイストーリーの似てるそこからそこからウッディ、はい、今いるもんね、あのモノマネの人もね。あ、はい、そうですね、お笑い芸人さんで。の人より似てんじゃないそしてかっこいいこの川崎のグリーンですよ、はい、忍者400の KRST エディション。これ400、まあ、中型バイクではありますが、はい、もう私のフォアとはもう全く全然走りも何も違うんで、めちゃくちゃ速いでしょう、これは。よろしくお願いします。お願いします。忍者、参加です。ウッディ、忍者かっこいいなぁさあ来たよ、これまた、はやぶさじゃん。はい、お名前は？マッサンです。マッサン、はい、マッサン、これはやぶさ、はやぶさです。この自家塗装です。オールブラック、そうだよね、塗装してますよね、これこれ一回横兄さんに
試運転で乗らせてもらったことあったんですけど、はい、まあモンスターバイクですよこれ本当にサーキットとか行ったら多分本当300キロぐらい出るね。出ますね。そういうバイクでございますんで、今日山道ツーリングなんでちょっと大きいかもしれないですけど、はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。マッサン、ありがとうございます。やっぱこう見るとやっぱフォアがめちゃくちゃねコンパクト。これもかつて総長に自転車と言われたね。でもやっぱ一番かっこいいっす。かっこいいっすね。フォアかっこいいっす。さあそしてお隣はハーレーですね。ハーレーでも参加。はい。お名前は？トミーです。トミー、トミーさん、これいい、また渋いハーレーですね。はい。もう荷物もしっかり乗せられるし、荷台もすごいね。キャンプ仕様。あ、もうこれどこでも行けるやつだ。はい、そうです。でもここら辺にこうやって貼っといてください。お願いします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 。さあ、そしてジェベル。ジェベルです。ジェベルで今日どっから来たんですか。今日は神奈川です。あ、相模原。結構じゃあ遠くから頑張りに出したね。お店のすぐ近くです。あ、横にいいの。コーストラインの近くなんですか。コーストラインです。あらららら。10分ぐらいで。お名前は？ジューシーです。ジューシー。はい、ジューシーさんは今日ジェベルで相模から。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそして、あ、え、ドラスターだ。ドラッグスターオーナー。です。女性ライダーです。お名前は？カズエです。カズエさん、ドラッグスター400？はい、違う、250です。あ、250もあるんでしたっけ、ドラッグスターって。高校生の時これね、乗ってる友達いてめちゃくちゃ憧れてましたよ。よろしくお願いします。女性ライダー。さあ、お、鈴木のバイクは、はい、はい、お名前は？千尋です。千尋ちゃん、よろしくお願いします。こちらなんていうバイクなんですか？鈴木の SV650。 SV650、 大きいの乗ってますけど、え、免許取ってどんぐらいなの？今2年です。2年すごいね、もう2年で6班乗って。なんでまたバイク乗ろうと思って2年前に。慎吾さんの動画の影響です。はい、出ました。藤森 YouTube の申し子4フォアを見て、はい、4フォア見た割には4フォアよりかなりでかいです。素晴らしい、かっこいいですね、黒いね、照明の。ありがとうございます。はい、安全運転でいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそして今日のラストかな、こちらもまたドレスアップしたハーレーダビッドソンですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前は？正気です。正気さん、はい、金かかってますね。かかってますね。かかってますね。これはセレブバイクですよ、これ。すごい、うわ、これもうどこからいじっていかかんない。ホイールがまずさ、ちょっと後ろから見てよ、この。このやつ。バットマンじゃん。バットマンのタイヤですよ、ね。フォアのショート缶より短い、この2本の。すごいっすね。あれ、ダビッドさん、今日よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は、私含めて11名で、ツーリングしていきたいと思います。もう僕以外は基本的にみんなあの現行のバイクなんでね、僕が本当ついていけるかどうかっていう。あとここから標高どんどん高くなるんで、あのフォアかぶっちゃう恐れがあるんで、万が一のためにレスキュー車も用意してます。はい、あるんですか、そんなの。俺のだけ止まる可能性があるから。やっぱり。じゃあ皆さん、2年間の今日は鬱憤を全て晴らして最高のツーリングにしましょう。はい、お願いします。安全運転でよろしく。よろしく。よろしく。絶対復習でよろしく。よろしく。これ全員皆さん、僕に絶対服従ってことじゃないからね、このステッカーは。結局この一番上に総長いるから。そうか、見据えてるから。皆さん会ったことないと思いますけども、総長の子分なんで、そこだけは認識しといてくださいということで、部長、今日のルートざっくり言うと、ここから白樺リゾートの池の平ホテルですね、の方まで行って、はい、でそこから霧ヶ峰ヴィーナスライン行って、はい、で立石公園で諏訪湖かすめて戻ってくる、はい、戻ってくるという大体まあ 2,3 時間のルートでございますけれども、そうそう、もう本当にね、最高のこの天気にも恵まれましたんで、じゃあ皆さん出発していきましょうか。はい、お願いします。お願いします。
あの本当にもう安全運転でね、無理なく、あの前の人と離れても全然いいし、あの必ずどっかで待ってますから、はい、ゆっくりと行きましょう。それじゃあフィレッジバイク部初のツーリングスタートです。止まりそうですあのもうずーっともう抜けちゃってかぶりきっちゃってるかぶりきっちゃってる。いいな、みんなの原稿バイク速いですね、やっぱり、はい、もう止まりそうですよ、バイクがもうずっとブスブスブスちょっともうローギアで行きますあれいいっすね、これ見て、やっと念願叶いました、バイク部ありがとうございます。じゃあまだまだ旅は終わらないんでよろしく。実験行っちゃって、実験取っちゃって、北島康介以来の超気持ちいい出ました。やばい、何も言えねえ何も言えねえ、すごいね、みんなやっぱいいわ。
いいな、みんな気持ちよさそうに走ってるわ。どうですか調子の方は。俺だけプスプス言ってさちょっと本当にすぐローにやばいよ雪のないゲレンデ初めて。まだ免許取って2年だからね。すごい。いい感じ。楽しい。楽しいです、僕も。よかった。あと40分ぐらい着くかなと思ったらこのまま行ったら2時間ルートだ。あ、マジですか。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと全員集合してください。最高ですね。牛です。牛です。諏訪湖の方には行けなくなりました。はい。すいませんでした。部長、これ何が起きたんですか。曲がるとこを間違えまして。曲がるとこを間違えまして。はいはいはい。で、なんか、北上しとったようで。で、ちょっと分かりやすく言うとですね、うん、例えば東京から、そうですね、まあ、横の山梨に行こうと思ってたんですけども、今宮城の方に向かってました。なるほど。はい、なのであの迂回するとかできずにですね。なるほど。行ってそのまま戻るという。で時間的にですね、もう帰らなきゃいけない。これマッドマックスみたいな旅をだから。なるほど。行って帰ってきた。同じ道を。ただ結果部長がこれルートをねこっち選んでくれてなかったらこの牛も見れなかったわけだから。ですね。逆に部長に感謝。ありがとうございます。全然だってツーリングなんて別に決まったルートないからね。本当に、はい、寄り道してなんぼですね。そういうことです。あの、はい、気持ちよかった。いやいや、挽回しよう。それで取り返せないです。本当に SG 気持ちいいっすね。あとガソリンがやばいっす僕。あ、やばい。はい、一番怖いやつですね。みんなもう入れてきたんですよね。今日あ、そうか、満タンじゃなかった。裏を出発した時点でもう90キロ走ってた。あ、やばい。大体4は150キロぐらい走るともう予備隊に変えるんですよ。あと5キロで150キロです。マジっすか。はい、なんでちょっと白樺湖あたりでガソリンスタンド多分あると思うんで、だから一応来たまんまはじゃないです。来た道戻ってちょっと浮かします、ね、だから少しだけは違う道を
堪能できると思います。なるほど。こう来て、こう来て、こうです。なるほど。タバコをちょっとギュッと、ね、キュッと、はい、せっかくだからソフトクリーム食べますか。じゃあ食べましょう。これホッとしますよ皆さん。ああやったー。わすいません、ありがとうございます。いただきます。うわっ、濃っ。めちゃ濃い。なんかバターみたいな。ね、もうほんとだ、すごいよこれ。このロケーションやばい、ね、最高っすね。牛見ながらソフトクリームを。え、なんて言いました今。今なんかこれを見せたかった。言っちゃった。いや、あなた間違えただけ。いい間違い、間違えた。結果いい間違 い。俺も知らなかったですもん、こんな、牛がさ、こんなにこんな近くで見れるんですね。ね、うん、すごい、おっきい。長くなっちゃうから、ね、確かに。もうまとめてガーンって連続で行った方がやばいですね、行けるんですね、早いな。